ね、よく起きれたよね。さすがに昨日さ、もうあまりにもさ、気を失っていて、ダメだったので。今日こそは絶対やらなきゃと思って。いや疲れはだいぶ溜まってると思う。全然寝てないし、でも寝てない、寝れないの間違いなんですけど、全然寝てないし、もう疲れのピークはね溜まってますね。もうこのままもうショールーム終わったらお風呂は明日の朝入ってもう寝ようかなっていう気持ち。ありますけどやっぱ明日は千秋楽だから、万全の状態で千秋楽に臨みたいのでっていう気持ちはありますね。お風呂入ったら気づいたんだけどさ、お風呂入ったら寝れなくなるのよね私。なんでかな。だからもうそのままショールーム終わったら寝て、寝ようかななんて思ってます。いやでもね、本当だったらね、千秋楽って大体今日だと思うんですけど、大体日曜日だけど、明日も祝日だから明日千秋楽なんですけど、なんか10公演でね、計10公演、明日来る、明日行くよって方、明日来るよって方、特典会も行くよって方、え、かなた泣いてた？かなたいつ泣いてた？特典会も行くよって人、いるかな。楽しかったよ、ありがとう。ね、明日で最後だからいっぱい、なんかチケットは完売してるのか、でもいっぱい来てほしいなって思います。なんか思ったよりみんないっぱい来てくれてて、特典会とかでもすごい感想とか伝えてくれていて、とってもとってもとっても嬉しい限りです。やっぱりなんか改めて思ったのは、なんか私のファンの人って、これ昨日のさ
夜中に思ってたことだったんだけどさ、私のファンの方って本当にいい人ばっかりだなーってめちゃくちゃ思った。ね、千秋楽とまひる公演来てくださる方は本当に明日で最後だし、まあ、当分次の舞台は2月なので、まあ、11月にゲスト出演がありますけど、そのフルで出るのは次2月で当分ないと思うので、まあ、かなりあるかもしれない、わからない、まだ2月まで、2月のしか今のところ決まってないので、ね、終演後もそのグッズ物販2000円買ったらあのお話できるので、割と長いと思うお話できるの、なのでぜひぜひ感想を伝えに来てくださると嬉しいです。何話そうと思ったっけ、なんか話そうと思ったけど、あ、そう、なんか私のファンとかじゃなくて、なんかそのまあ光を見てなんか気になってきましたっていう方もなんか結構いたりして、すごい嬉しかったです。なんかドナーの時はそういうのがあんまりなかったから、だからなんか嬉しかった、すごい光の演技がすごい泣けた、泣いちゃったので特典会来ましたとか言ってくれる方が嬉しかった、すごいです。まあ初見さんというか、なんかもともとそのセーマフの舞台を昨日とか一昨日とかも見に来てて気になってきましたって方とかが結構多かった気がする。え、チェキさ全部さなくなったかな。チェキリラが聞いた時さ残り9枚って言ってたんだけど、残り9枚って言ってたけどさ、そのピンチェキ、ピンチェキね、ランチェキね、ランダムチェキね、全部なくなったかな。帰りがけに1枚だけボードにあったけど、あ、じゃあ1枚しかないんだと、残り1枚だ、それはもしかしたら。残り1枚だけなのかもしれない。そしたら何かあのピンチェキってなくなると何か取って補充するシステムなんだけど、あれ
かもしかしたら5、6枚ぐらい補充の可能性がありますね補充の可能性がありますけど、チキンも残り1枚だけだったらよかった。チキンあれね、書くの時間かかるのよ。乾かさないといけないし、なんか完売すると増えるシステム、完売するとその取っていくスタイルなんですけど、でもチキの他にもブロマイドとかポートレート、ポートレートとブロマイドの違いが分かんないけど、ポートレートは大きいやつなんかな。もう個人のグッズで言うとあるので、ぜひそちらの方も種類結構多いから来てくださると嬉しいです。買ってね。あと今日はそのマジュードナー出てた時に演出をつけてくれた細川さんっていう方も来てたんですけど、帰りにどうでしたかって感想聞いたら、ドナーの時より良かったって言われた。まあでもそれはなんか成長して、成長したねって意味なのかなっていう風に捉えたんですけど一応ドナーの時はさ、イサミの時は主役だったからさ主役だったし、キャパもその今のこの劇場の倍ぐらいの広さのキャパだったからさ、イサミより良かったっていうのもちょっと、あの時もうちょっと何かできたのかなってのは思ったのがちょっとありましたけど、まあその上達してるねっていう意味だときっと思うので、次に、まあまあまだなんか総括しようとしてまだ終わってないですけど、その次にね生かすことができるように頑張りたいなっていうふうに思いました。うん、きっと進化してるんだと思う。進化してるんだと思います。けどなんかさ、思った、なんかドナーの時はさあんま褒められなかったけどさ、なんかこうセーマフではさ、結構その初めて私のこと知った人とかがさ、なんか気になってきましたとか言ってくれるからさ、なんかやっぱそういうことなんだろうなって思いました。そういうこととは、落ち着いてるかなこれ。腹やばい、チャックが開いてる。目がかゆい。何の次回作？バイバン？てかさ、ちょっと待って、
もうさ、今家がマジで汚いんだよね。海は寝てます。iPad でやろう。よいしょ。今日は夜ご飯はマック食べたよ。帰りにマック買って、マック、薬刺した。そう、マック食べた。もうポテトまだ食べてないから残ってる。ファンタにしました。最近さ、目の前ずっと痒いんだよね。ちょっと目が痒い、ね、前髪もめっちゃ伸びた。明日終わっちゃ前髪切ろうかなって思ってる。光は前髪分けてる、分けてたからさ、ビジュアル撮影の時も。から今も結構分けてるけど、髪色はどうしようか迷ってるよね。暗くしようか迷ってます。なんかポテトが冷めてるな。オーブンでやろうかな。出した。昼公演さ、当日券出るのかな。A 席がほんのちょっとだけあるね。明日昼はまだ空いてるね。なんか今見たら、今買った人は H の3番だから、 ABCDEFGHI 多分 J 席まであるのよ。
J 席まであるけど今 H だから空いてる多分。昼はまだチケットがあるのでぜひ明日昼空いてるよって人は絶対来て絶対来て。ポテトがポテト硬いな。こんなにあるのにポテトが硬い。エビフィレオセット頼んだから M。 でも本当に最近不眠だからさ、明日終わったら一旦ゆっくり寝れるかなって思います。すごい、もうじゃあ情熱大陸なんだけどさ、うちんちのテレビがラグビー日本代表やってんだけどさ、今テレビに映ってる海外の選手が21、同い年、見えなすぎてびっくりしたんだけど。うん、全然寝れてない。もう1日5時間寝てるか寝てないかだと思う。うん、全然寝れないね。ウニさんとも遊んであげれてないし。なんかでも今日ラグビーやってたよね。カイカイしてる。すごいね。リラがいくらタックルしても倒れなさそうなくらいガタイがすごいしっかりしてる方がいっぱいいますね。ラグビーのルール全然わかんない。
タッフの人がリラちゃん頑張って疲れてるって言ってたね。そうなんだよね。なんかさ、疲れてるのに寝れないってさ、結構しんどいかも。でも今日の夜はすごい調子良かった。今日昼寝したの、今日初めてじゃないけど、結構30分ぐらい昼寝したんですよ今日、その夜始まるまでに。だからそれが結構効いて、なんか今日夜声すごい出しやすかった。昨日とかその昼寝しようと思ったけど、なんか寝れなくて、こんなにも疲れてる、眠いのに寝れなくて出たら、昨日の夜なんか全然セリフ言えなくてやばかった。いや言えてたんだけど、なんかこう思ったように滑舌が回らなくて、昨日がやばかったね。昼寝っつっても、いや1時間も寝てない、30分とか20分15分ぐらい、もうほんと仮眠って感じ。仮眠。いや、バレエ大好き。ラグビーまでやってる。すごいね、日テレでラグビーやって、情熱大陸でラグビーやって、ラグビーファンはどっち見んのかな。あ、でもこれ日本のじゃないのか。日本のじゃないならいいや。でも私は推しキャラが、そう、セーマフでね、推しキャラが3人いて、あのまずはロッテンマイヤー先生っていう、PGX っていうキャラがいるんですけど、ロッテンマイヤー先生がまず稽古見た時に、ロッテンマイヤー先生って、その森島リオさんっていう方がロッテンマイヤー先生役やってるんですけど、森島さんにしかできない役だなって思うくらい、そのハマり役すぎて、 PGX が好きになって、であと王国側でクエムさんって人がいるんですけど、クエムがいるんだけど、クエムも森島さん、クエムはムーンさんって方が言ってるんですけど、ムーンさんマジ面白すぎて、
すごい好き。で、あと一つは、あと一つですね、あと一人はアブっていうウサギ型ハイブリッドの、これも王国なんですけど、王国のあれがいるんだけど、アブは菜の花レミさんって方が、あのアブ役なんだけど、菜の花さんがもう可愛すぎて、なんかアブも菜の花さんにしかできないあの感じだなって思った。今日人参食べてる。あ、王国チームってあれ、なんか分かってない方が多分多いと思うんだけど、みんなあれ動物型ハイブリッドなのよ。みんな動物です、あれは。実はみんな尻尾を見れば分かると思うけど、みんな尻尾がついてるのよ。いや、先生はすごいハマってる気がする。私の推しキャラですね、この3名は。推しキャラランリーは、私はあの動物のハイブリッドじゃないです。僕たちは複製品です。人間でもない、複製品、ロボットっていうのかな。監視役がこのマシーナリーって言われてる、その先生とかロボット、ロボットが監視役ですね。巨神兵ってなんだっけ。巨神兵ってあれか、ジブリか。いや、明日の目標は、その意外と写真を撮ってない方がいっぱいいるので、明日は残り撮ってない皆さんと撮ることを目標に頑張ります。仲良くなった子はデクストロ役の橘桃香ちゃんってこと、仲良くなりましたね。なんで仲良くなったかっていうと、ジェニガメって呼んでるんですけど、ジェニーがめちゃくちゃアイドル詳しくて、で私も地下アイドル好きだから、その話で盛り上がって、それで仲良くなりました。私はジェニーって呼んでて、ももちゃんは私がポッチャマ好きだからっていう理由でチャマって呼ばれてます。
ジェニーは大学生ですね。一個下かな、リラの。12月に21になるって言ってたから。私の一個下。まあ、年が近い子はね、結構話しやすいってのもあるし、仲良くなれるあれが早いよな。本性バレてきちゃったって、どの辺がバレてきちゃったの？なんか抜けてるところ、なんか、結構割となんか誰とも喋らない、喋ってなかったんですけど、私小屋入りして楽屋の机とか汚いし、なんか、この子ってなんかどこかしら抜けてるんだなっていうのがなんかバレてきちゃってて、なんか主演の美咲ちゃんが、かなたが、なんかめっちゃしっかりしてるよねっていう話になって、でその楽屋が美咲ちゃん、私、あまねちゃんなんですけど、だから光る、かなた光る分なんだけど、そう、なんか、いや、なんかしっかりしてないよみたいな、全然抜けてる、あの美咲ちゃんがね、抜けてるとこ多いしって言ったら、隣見て、隣に全然美咲ちゃんに抜けてる人いるからって言われて、あ、バレてるって思いました。私ってね、抜けてるなって思ったけど、なんか抜けてるらしいです私ね。えみさん、マイペースなんですよね私。なんかさ、マイペースにはさ、マイペースにやってたらダメな仕事とかってあるじゃないですか。そういう仕事ってさ、してたらすごいストレスになりそう私。でもよく言われるんだよね、なんか素の自分とステージに立ってる私ってなんか本当に同じ人って同じ人ってなんか言われる。
なんかまかないとかして思ったんだけどさ、こういう仕事ってさ、わかんない、慣れもあると思うけどさ、なんか自分がちゃんとやってれば誰にも怒られないじゃないですか。怒られないし、なんか別にわかんない、私は時間とか、まだ例えば6時に終わりますとして、その仕事がへえまだ1時とかさ思わないわけ。そう、稽古してる時でもへえまだ1時間しか経ってないのとか思わないんだけどさ、なんかまかないとかってさ、えまだこんな時間みたいな思うじゃん。もう帰りたい、早退したいなとか思う時あるわけよ。私さ、なんか怒られることとかもさたまにあるわけじゃん。なんかミスとかしたりしたらもうさ、人に怒られるのがさ、そのお風呂に入ることよりも洗い物をするよりも世界で一番嫌いなの、怒られることが。もう怒られた瞬間に何もかものやる気をなくしちゃうの私は。だからさ、なんかこういうなんかマイペースにできない仕事ってさ、すごいなんかストレスたまんなってめっちゃ思いました私は。まあもうちっちゃい時からそういうのに慣れてるかもっていうのもあると思うけど、こうさ、舞台が終わってさ、またまかないに行かないきゃいけないっていうさ、ストレス半端ないよね。そう、なんかさ、え、なんでそんだけで怒られないといけないのみたいなさ、こととかもあったりするわけじゃん、こう大人になって。はみたいな。なんか本当にさ、なんかバイトとかさ、こう一般社会に出ることってさ、全然やろうと思えばさ、全然やろうと思えば全然大丈夫なんだけど、私は向いてないなってすごい思う。思うし、なんか本当に自分が好きなことだけで生きていけるように、この若い今のうちに頑張らないといけないなっていうのをすごい思いますね。本当、来週から憂鬱パーティーが始まりますね。また憂鬱パーティー。でもさ、なんか家にいるのもさ好きじゃないからさ、私家にいるのも好きじゃないから、もうなんか何も予定がない限りは、まあ行くけどね、働きに。なんか働きに行っちゃいますけど、楽ければ受ければ、働くのは好きじゃない、嫌いじゃないの別に。
家にいるのがそもそも好きじゃないから全然どっか出たいなとかって思うけど、うん、わかる、すごい嫌な人間関係、わかる、めっちゃわかる。なんかやめてからいいといろんなことやりたいなって思って、いろんなことやったけどなんかどれも楽しくなかった。コールセンターでもやったし、ウーバーイーツの配達員も1ヶ月ぐらいやったし、何やったかな、食堂でも働いたし、なんか工場とかでなんか箱に詰める作業とかもやったりしたけど、なんかね全部そつなくこなせすぎちゃって、なんかつまんなかった全部。全部つまんなかった、なんか時間過ぎるのが遅すぎてなんか二度とやりたくないって思った。1ヶ月だけやってた、なんかアマゾンで買って配達ボックスとあの携帯のやつ買ってやったけど、うん、1ヶ月で飽きたね。最初楽しいと思ったけど、痩せるし楽しいと思ってたけど、なんか意外とつまんなかったし、そのコールセンターも1ヶ月で終わった、つまんなかった。初耳でしょ、初めてと。だからなんかもうこの仕事がなんか私には一番合ってるのかなって思う。すごい時間気にしなくていいし、怒られもしないし、人に、自分がちゃんとやってればですけどね。意外とね、うち意外と器用だなんだな、なんか効率を全部考えちゃうからさ、私こうやった方がここ効率いいなとかすごい考えちゃうタイプの人間だからさ、なんか効率で考えからなんか終わるのが早くなっちゃうんだよね、あの頼まれた仕事とか。なんか暇だった。逆になんかできすぎてつまんなかったっていう言い方が正しいのかな。つまんなかったね。逆になんか営業とかはできないと思う、俺ら営業とかもう今やらない、あれ事故りそうになる、いつもならないし疲れる。
営業とかってさ絶対さこう人とやり取りしないといけないじゃん、多分連絡とかさ、なんかこれどうですかとかの多くて、絶対そういう仕事はできない私、本当にレス回数遅いから。え、でもやってたの、エイトを辞めてすぐぐらいだから2年前ぐらいだよ、ウーバーは 18?19 か、19の時だよ。わかんない、営業とかさされたことないからわかんないけど、なんか営業とかって大変なんだろうなってドラマとか見ててめちゃくちゃ思う。なんかさドラマでさ営業取れなくてなんかみたいなのとかよくあるじゃん。すごい大変そうだなって思う。最近の出来事じゃない、ほんと2年前とか、ウーバーは。うん、営業の種類が違うじゃん、オーディションとかって。オーディションってなんか自分の実力でどうにでもなる世界じゃん。なんか私は自分の能力を磨いて出せる仕事が一番やりがいを感じるんだなって思いました。今日ランニーのダンス見たらやっぱりすごいなって思ったよ。本当嬉しい。ダンスの先生にも、振り付けの先生にも良かったよって褒められて、もうゲネ終わって頑張ろうって思ってたから嬉しい。なんかいろいろ経験値は上げたいなってすごい思います。それは本当つまんないつまんなかった、全部今までやったの芸能のお仕事以外全部つまんなかった。でも楽しみながら仕事したいけどね、私は楽しみながら仕事したいから今頑張ろうって思った。そのやりたいことができるように頑張ろうって思いました。
全然楽しくないまかない。やめたい。やめたいけど。なんか別にやめれるけど。やめてもいいんだけど、やめてもいいんだけど、その本当に家にいる時間が好きじゃなさすぎて、なんか行ってるって感じ。最近できてなかったな。シンプルに稽古から帰ってきてバタンキューしてる時がめっちゃ多かった。ほぼそれだったし、稽古終わってまかない行ったりとかしてたから、それでできなかったですかね。家にいるのが嫌いかっていうと、家にいてもここでね、ここでなんか再現してあげるよ。まずリラが家帰ってきたら、あー疲れたーって、さもうこのソファーが滑ってはいけないと思ってるんですけど、そしたらもうまずこれが始まるわけですよ。あー疲れたーって、これが始まって、でもうずっともう3時間ぐらい、これ家にいる時って3時間ぐらいずっとこうやってツイッター見たりとか、なんか TikTok 見たりとか、ずっとこれなんですよ。でさ、もうこの3時間目ぐらいから嫌になってくるの、リラは。これが何してんだろう自分って思ってくるから、家にいるのが好きじゃないんですよ私。だからなんか家にいるぐらいだったら、なんか貯金するために働きに出かけようとかなるの。可愛くない？こうやってダラダラしてるわけなんですよ私は。別に一人の時間は好きだよ。一人の時間はめちゃくちゃ好きなんだけど、なんかやることやんないから家いても、なんか忙めっちゃ忙しいくらいがなんかちょうどいい。めちゃくちゃ忙しいくらいがね、なんか帰ってさっさとお風呂入って洗濯物回してとかやってる方がなんか充実感ある。スイッチも買ったけどなんかやりたいって思わない。やりたいって思わないな。ゲームとかもうゲームやりだすと本当になんか廃人になるから、ゲームも今全部消した。なんか週1で休みがあればいいかなって感じ。休みはね週1回だけでいいけど、もう最近はあまりにも休みがなさすぎてちょっとしんどいけど、
やめた、つむつむもとっくの半年前くらいにやめた。え、ほんとなんかゲームしてる、してればしてるほどなんか自分の自分なんかゲームしだすと私イライラするんですよゲームするとイライラするの。なんでかって言いますと、なんかゲームするとなんか全部コンプリートしたくなるの。だからちょ、例えばつむつむとかだったら、つむつむってさ、今月のつむがさ合計でさ4、5体、4、5、6体ぐらい出るじゃん。でさ、そのゲームをするからにはさ、課金しないでこの4、5、6体ぐらいを全部獲得したくなるの、リラさんは。だからそのためのコインをもう意味わからないぐらい稼ぐ時間に当てすぎて、なんか嫌になってくるんですよ、だんだん。コイン貯めても引いてもガチャ引いても出てこないし、なんか課金しないとダメかこれとか思い出してくると、なんか一気に萎えるんですよ一気に萎えるから、だからゲームはもうやらない。でもなんか体壊す、あ、明日熱出るなみたいな、前兆、私結構わかるんですよ。あー、これ明日体調崩すわみたいな。だからそこまでにならないように一応自分で調整してる。だからもう体調崩さない。ランリーが体調崩すのは年に1回なので、基本的には、あ、今年はだからまだお腹痛いはめちゃくちゃあるけど、熱出すとかは今年は今のとこないかも。わ、リラン中が一気に4人になった、ありがとう。もう貯金だね、貯金貯金貯金の毎日です。でも貯金もさ意外とたまんないよね。これがなんでかっていうと、働けば働くほど税金って増えていくわけじゃないですか。税金って何って感じだよね。将来は家欲しいね、お家欲しい、お家欲しいからリラは今頑張る。全然家買える貯金ないですけど、いつかはお家が買えるようなぐらいまで貯めておきたい。でてか、なんでこんな税金払わないといけないんだろうってそう思うもんね。しさ、なんかさ、物価もすごい高くなってきてるじゃん。なんか物価も買う気もするよね。買うけどさ生きるためにはもちろん買うけど、まあそんなこんなでもう12時超えてるのでそろそろ終わります。明日もね朝早いので、今から寝たとしても8時間も寝れない。8時間も寝れませんっていう
すごい過密スケジュールなんで今。明日は早起きだよ。毎日早起きだよ。ナゲット食べよう。おしゃべりします。で8時間いるよ。もう8時間寝てないもんだって最近。いや自慢とかじゃないんだけどさ、2日3日休んで、4から休みない。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。まで。休んでない。今見たら。まあね、8月割と遊んでたからなりら。でも9月ももう18日。旅行は北海道行ったよ。もう1ヶ月前に舞台始まる前に行った北海道は。11月の舞台なんかチケットなんかもしかしたら取れないかもみたいな感じだったから、なんていうの、争奪戦になるかもみたいな感じで言ってたから、考えている方はぜひ早めに、多分今二次抽選予約してるのかな、早めに投げといてください、チケット。私はゲストですけど、抽選だけど、その一次抽選、二次抽選とかなんか抽選制らしい、抽選制とか一般販売もあると思うけど、その一般販売からやるとその入れない可能性が多いので、その今抽選やってるから、その抽選期間中にその行きたいなって思ってる方はもう今から多分覚えてた方がいいかもしれない。なんか落ちて、もうすでに落ちてる方もいるらしいので、なので普通なんか知らぬ間にビジュアルが出てたんですけど、まあ、画像持ってないのでマネージャーか誰かからもらいます。もあると思うけど、もうだからすぐなくなっちゃうじゃない、チケット。わかんないけど。
だから気になってる方は早めにお願いします。多分特典会とかあると思うよ。ホーリーソウルもアリスだよね。だってあるような気がするので、その終わった後とかも触れ合えるあれがあると思うので、ぜひ早めに、早めの申し込みをしてね。じゃあ一曲歌って終わります。こんな長くやらない予定だったけど、なんかみんなと話してたら時間忘れた。ないじゃん、オグリリーセンターの曲ないじゃん、入ってないじゃん、毎日聴いてるのに。なんか最近クールなクール地見てるので、可愛い曲でも歌っときます。ちょっと読み込み中になってる。初めはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた。聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか、入り口を思い出せないのよ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。全然かっこよくないの。周りの友達はみんなどこがいいのって呆れているけど、今までいなかったような
純粋な目をした人、私の中に免疫なかったのね。何がどうしちゃったんだろう、私気づいたら目で待ってたり、ラブソングを聴きながら泣いていたり、女の子の上の空病、ハート型ウイルスは性格課長みたい、あなたに熱上げてゆく、息苦しくなると頭ぼっとしてしまって、愛の意味も気づかなかった。絶対ありえない、そうだと思ってたけど、なんだか私あなたのことが好きみたい。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないわ、あなたのことばかり考えてしまうの、何も手につかないくらい、何も手につかないくらい、ということで終わります。ランキング読むね。13位マーボーさん、ありがとうございます。そして12位がミンチャーさん、アットマークリラちゃんが好き、ありがとうございます。そして11位がヒロさん、ありがとうございます。そしてあー変わっちゃった。12位、ニコ動祭の大ちゃん、ありがとうございます。そして11位がアイスカフェさん、アトマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして10位がヒロさん、ありがとうございます。そして9位がカネチさん、アトマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして8位がミミンさん、ありがとうございます。そして7位が福久さん、アトマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がおいちゃん、ありがとうございます。そして5位がカモちゃんず、ありがとうございます。そして4位がミリアちゃん、ありがとうございます。そして3位がたやきくん、後マークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がツインピーマンさん、ありがとうございます。そして1位がヨシーさんです、ありがとうございます。ということで明日千秋楽となりますけど、来てくれる人いるかな、いますかね、千秋楽来るよーって人。ぜひね、昼公演だけチケットが残ってるので、その昼はちょっと見に行こうかなって思ってる。そこのあなた、もう舞台は来年までないので、ぜひ見に来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでランディは寝ます。おやすみなさい。さよなら、ランディ、バイバイ、バイバイ、おやすみ。